ニコライ・コンスタンチノビチ、ロマノフ対抗宮殿ウズベキスタン外務省。迎賓館は、ウズベキスタンタシュケントにある、ウズベキスタン外務省の迎賓館である。この建物は1891年に、アレクセイ・ベヌアと VS ・ハインツェルマンにより、ニコライ・コンスタンチノビチの宮殿として建設された。迎賓館はシャラフ・ラシドフ通りを挟んで、独立広場の向かい側にある。 宮殿はニコライ・コンスタンチノビチ大公のために建設されたものである。ニコライ大公は当時ロシア帝国の主要地域からトルキスタン総督府のあるタシュケントへと追放されていた。宮殿は灰色と黄色のレンガでできた2階建ての建物であり、品格用の部屋を伴っていた。また、夏季の気温が高い時期においても涼しく過ごせる構造となっていた。地下には 厨房が配置されている。宮殿の側面部分には丸いトーンが建設されており、宮殿と見事な調和を保っている。宮殿周辺の地域には、多種県との有名な植物学者、薬剤師であったイエロニム・クラウゼによる庭園があった。カウフマン通りを見渡せる玄関の傍らは、道路が円形状になっており、柱に屋根のついた玄関が広い通りから姿を現す。 カウフマン通りから、この場所までは美しく質の高い格子戸のついた入場門と体質門、二つの門で隔てられている。格子と入り口に続く通りの間、刈り込まれた池垣や花畑が取り囲むように客を出迎える。一階部分の両側には大理石の台座が置かれ、大きな角を持つ実物大の銅製の鹿の像が飾られていた。宮殿の左翼部分には、 大港の居住部屋が、宮殿の右翼部分には大公費の居住部屋があった。宮殿の前に位置する菓子の葉が連なる。大きな門を抜けると、複雑な形状をした鉄柵のついた、ランタン、光沢のある木製の装飾品のある広間に出る。広間を抜けると右と左、二つのドアが視界に入る。左側のドアの奥には、鉄製の螺旋状階段があり、 これで2階に登ると豪華で大きな図書室とビリヤード場がある。右側のドアを抜けると巨大な温室があり、ヤシ、オレンジ、ミカン、レモンなどの様々な樹木が育てられている。冬の庭の入り口の左側には小規模な果樹が植えられた日本庭園がある。小川のせせらぎを目にしながら欄干のついた美しい橋を渡ると小さな小屋がある。この小屋の周りには 美しいポーズをとった人間や動物の像が配置されている。付近のガゼボには熱帯植物が花を咲かせている。広間左側のドアを抜けると三つ連なる広間が姿を現す。これらの部屋にはニコライ・コンスタンチノベチ大公の収集品から提供された大理石の素像や絵画がある。ホールから続く入り口の反対側には異なる規模の部屋が並んでいる。 大きな窓のある、最初の小さな応接間には、ビーナスの像があり、窓から差し込む太陽の光を受けて、淡い桃色に見える。次の部屋には、ガラスのキャビネットに入った形で、ニコライ・コンスタンチ・ノビチの収集品が展示されている。置物、造毛作りのおもちゃ、軍装、メダル、鈴、ブレスレット、銀、金、宝石などの貴金属、その他多くの興味深い遺品が並んでいる。 その次の部屋は、ブーハラ、アフガン、トルクメーン、ペルシアの美しい絨毯、銃、ナイフが展示された、東洋風の部屋となっている。これらの絨毯は、刺繍が施された絹、銀、金などで装飾されている。また、この部屋には、有名画家によるアジアの風景を描いた絵画も、飾られている。広間より、ビーナスのドアをくぐると小さな部屋があり、この部屋には、絵画、本、 素像など、ヒバ包囲船に関する、あらゆる収集品が展示されていた。例えば、ニコライ・コンスタンチノビチの息子であったアレクサンドル・イスカンデル王子の回想録やヒバの要塞の設計図があり、トルキスタンにおいて、矢の嵐を受けた様子が描かれている。彼らは監視のために身を乗り出し、誤って落下し、重傷を負う、もしくは死亡した。要塞を守る、ヒバ人は、 銃や弓、投石機による攻撃で包囲され、包囲した側は銃弾を注ぎ続けた。大砲が要塞の門めがけて打ち込まれた。ここに、ロシア帝国のコサック部隊は負傷者を出した。コサック部隊は火場から撤退する。遊牧民のカザフは降伏した。そしてここには重傷を負ったコサック兵がおり、そばに彼の哀場がついて離れないのだ。このほか、一階には、食堂があった。 食堂はあらゆる種類の木々で装飾されており、コーニスの部分はムスリムに合わせた金、青、緑で装飾が施されていた。大きく長い食堂には背もたれが高い革張りの椅子があった。キャビネットにはロシア帝国時期製作所で製作された銀製品、皿、水晶が並んでいた。AN、イスカンデル、トルキスタンの思い出年にロシア革命が起き、 ソビエト連邦が実権を握ると、ソビエト連邦政府は、宮殿の博物館内に政府機関を置いた。このため、ニコライは1918年に死亡する前に、宮殿博物館の一角を、多種ンとの町へと寄贈した。ニコライ・コンスタンチ・ノビチ・大公は1918年1月に、肺炎で亡くなった。大公と彼の親戚に関する情報に関する、詳細は、 ニコライ・コンスタンチノビチの項目を参照のこと。大公が提供した絵画などのヨーロッパやロシアの美術、収集品やサンクトペテルブルクから運ばれてきた美術品は1919 19年に建設された多ケント美術館の石となった。ウズベキスタン国立美術館は中央アジアの美術館の中で最も高価なヨーロッパ絵画のコレクションを所蔵している。 1940年代後半から1970年代まで使用された後、ウズベキスタン国立美術館は新たな建物へと移転することとなり、残された場所には1990年までウズベキスタン国立応用美術館が設置されることとなった。建物は現在、ウズベキスタン外務省の迎賓館として利用されている。ありがとうございます。